Hello there! 始まりました。ハモリですチャンネルです。今回はですね、僕がこれから取りに行く英語教授法の資格、セルタですね。このセルタの、試験ですね、最初にこのコースに、合格するまでの道のりを、話していこうかなと思いますけど、まあこれ4週間のコースをこれから受けに行くんですけど、まあフルタイムってやつですね、フルタイムでずっとやるやつですね。まあ、人によってはパートタイムで、何ヶ月にもわたっているんですけど、僕は4週間で取ります。で、これのコースに申し込むためにはまず試験があるので、その試験についてちょっとですね、話していきたいと思いますね。まず最初に、アプリケーションフォームですね、申し込み用紙を記入するんですけど、これがまず大変です。めちゃくちゃ大変です。で、オンラインでやったんですけど、僕ですね、途中インターネットでうまくいかなくて、戻るボタンとか押したら全部消えちゃったとかって非常に大変でした。いろいろ調べてみたら、紙ベースでも出せたりするんですね。なんかもったいなかったなと思いますけど。はい。で、どういうことが書いてあるかっていうと、まず、先生の経験ですね。そういうのがあったかどうかとか、他の仕事の経験とか、あとは、この他にもですね、この申し込みに、まあ、自分をアピールするようなですね、こととか、あとはいろんな他にどんな言語を喋りますかとかっていうのがあります。で、その後にエッセイですね、なんでこのコースを申し込んだんですかみたいなのか、やりたいのかとか、で、先生にとってはの、みたいなエッセイですね、まあ、詳しくは言わない方がいいのかと思いますので、まあ、ぜひアプリケーション見てください。多分同じ問題なんだと思います。そうですね。で、その後に、テストがあるんですよ。その英語という言語に関するテストがあります。で、さらには英語を教えるっていうですね、その教えることに関しての筆記テストですね、筆記の試験があります。で、それが、まあそうですね、品詞が分かっていたりとか、時制っていうものがちゃんと分かっていたりとかですね、これとこれの違いは何ですかとか、このスチューデンツがこういう間違いをしてきましたですね、どこが間違っていて、で、どうやって解説しますかみたいなですね。そういうのをやります。もちろん当然全部英語で書かないといけません。で、それ、まあ大変でしたね、結構ね。で、その後に、またいろんなですね、発音とかですね、発音アクセントの問題があったんですよね、確かね。で、それして、教えることに関するエッセイですね。エッセイを3本書きます。はい。だから非常に大変です。試験、その二次試験だけでも相当なやっぱり、知識力が必要となりますね。まあ、で、ネイティブの人が受けるのが多いので、この試験っていうのは。なので別に、彼らは英語力っていうのは求められないですけど、当然、まあ、日本人たちが日本語を教えられるかって言ったらそうでもないのと同じようにネイティブたちもですね、この文法の知識とか教えることのですね、どうやった違いを教えるかっていうのは非常に大変です。いや、もうかなり大変です。この語とこの語の違いをどう教えますかとかですね、ビギナーのスチューデントにどうやって教えるか、いやいやいや、日本語とかそのいわゆる母国語を返さないで、こんな簡単な単語を別の単語とか表現に置き換えて説明するってどんだけ大変なんだよって思いましたけど、本当に大変でした。で、その後にここを通るとですね、通過すると二次試験で面接になるんですよ。で、面接は、まあ僕、そうですね、日本にいるので、スカイプでした。スカイプを通して、時差の少ないオーストラリアの部署の人と、ですね、受けることになりました。時差あるので注意してください。みたいなですね、受験される方ですね。1時間だったかなんだか間違ってましたから、自分自身、あれと思って、時差を計算し間違えてました。オーストラリアも場所によって時差がですね、違うので、ちょっと間違ってました、僕自身。で、ちょっと困ったりとか、あとはですね、その向こうのスカイプですね、がすごく調子が悪くて、インターネットのコネクションがすごく良、くなくてですね、向こうにいたので、ビデオもない状態でした。つまり声だけでした。なんで結構、声だけでオーストラリアアクセントで、その面接を受けなきゃいけないんで、結構嫌だなと思いながらもうですね、面接を受けました。で、面接の内容っていうのは、まず一次試験に書いたことの解き直しですね。その、と、合ってたものに関しては、なんかもう完璧だっていうものに対してはバンバン飛ばしていってました。それに対して、うん、ここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかな、みたいなのは、突っ込まれます。こうだったらどうするとか、どうだったらどうするみたいな感じで、突っ込まれます。なんかまあ、東大の大学院の二次試験みたいな感じでしたけど、そんな感じで突っ込まれます。で、さらにプラスの別の問題がやってきます。そうなんですよ。もっと解かなきゃいけないんですね。で、似たようなですね、この語とこの語の違いはとか、クラスルームでどういうふうに教えるかとかっていうのを問われます。
で、面白かったといえば面白かったですね。全然書きより楽でした。喋ってるし、さらに向こうもこっちを見えているので、身振り手振りだったりとか、こういうふうに動いて教えるとか、こういった動作をするとか、こういった感情を表して、教えるとかっていうのを喋ることができたので楽でしたね。書きに比べてだいぶ楽でした。でも難しいも難しいです。やはり英語喋れなきゃいけないので、もうそれが大前提という感じですね。まあ英語力のチェックのテストでもあります、ある意味で。そこでそうです、つまりまあ一次試験で書くだけ書けたけど、まあ誰かに添削してもらってとかですね、いろんなことを調べて書いたっていう人も、この面接はそうですね、この喋ってですね、ちゃんと英語力あるかとかっていうのを見せなきゃいけないので、大変だと思いますね。そして知識です。まあただ知識に関しては多少 Google 使ってもいいって言ってたんで、このですね、調べていいからとかって言ってたんで、だからそんなすぐに答え出さなくてもいいようにですね、調べてもいいからって言ったんですけど、まあ自分自身はやっぱそんな調べないで戦いたかったので、やりましたけど、それでもなんかやっぱり、すごく早いって言ってました。即答、こんなに即答してくる人もなかなか珍しいって言われましたね。まあなんとか、まあ、自分自身はテフルっていうですね、英語教授法の資格取ったりとか、あとやっぱ言語学、英語学勉強してたので、やっぱ文法の知識とか、で、英語を英語で教えることもそうですね、やってるので、なので、まあ文法用語も知ってますし、それをどうやって教えるかっていうのも、まあ知ってはいるので、なので、うまく、パスすることができましたね。すぐに合格はしました。大変です。だから、受けることを考えている皆さんは、まずアドバイスとしては、まず文法用語をきちんと知っていることが大前提です。で、文法用語を知っていて、そのコンセプトですね、それを英語で教えることができる。で、さらに、まあ、いろんな違いあるじゃないですか。この助動詞、この助動詞の違いとかですね、この場合とこの場合の意味の違いとか、to 不定詞と ing を取ってどう違うとかですね、ああいうことをきちんと英語で説明できるようにしておく力が必要ですね。まあ、一番大変なのはやっぱりこの概念とこの単語とこの単語どう違うかをビギナーに説明しなさいが一番大変ですね。別の表現に言い換えたりするだけだと、その言い換えた表現の方が難しかったりしますよね。まあ何でもいいですけど、例えば change っていう単語を説明しなさいとかって言われて alter とかって言っても意味がないわけですよね。もうより難しい単語に変えてもしょうがないので、なのでそういったものをですね、うまくベーシックワーズですね、基本的な単語だけを使って説明するっていうのがなかなか大変でした。ただまあ面白かったですね、やりがいはありましたね。なんで、これからですね、ぜひ、受けるという方はですね、参考にしてみてください。これから私は4週間頑張っていきます。ではそうですね、次回はまあできたらそのセルタの準備ですね、これ試験合格したらそれでおしまいではないので、合格したら今度はですね、セルタが始まるまでに準備しておかなければいけないっていうですね、課題だったりとかがあるので、そのことについて話したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.